お疲れ様です。すいませんね、急にちょっとまだやり残してるんでね、これ終わらせないと。二日酔いで倒れてるかと。あ、全然全然倒れてないです。全然大丈夫です。終わらせます。準備終わったんでね。無事ならよかった。全然大丈夫です。準備終わりました。こんばんは。今日はさすがに赤髪いいね大人。こんばんは。今日はさすがにお禁止します。乾杯。はあれ、タイトル変わってるよね。モノ君配信するなら夜食食べようかしら。あ、書いてあるね。あ、フィギーさんお邪魔されてます。録画にありがとうございます。ちょっと今日終わらせます。このゲームちょっとやり残してるんでね、まだ。あ、カムロさんお茶割れてます。タイトル簡単に言われた。更新したら、また読み上げが。あ、日比さんお茶割れてます。もう最後ですね。よきくちゃんお邪魔されてます。もう最後です。金のエンディングが見れるはずなんでね。前回はそいつに負けて終わった。鏡が慣れない。まあ慣れないか。持ち物、伝説のご馳走、123456、6個。一応虫に、反対には使えると思うから、2つ。で、シュリンプ、MP 回復、パフェ。これでいいんじゃないかな。もうこれで問題ないと思う。あれ。読み合いがなんねえな。夜ご飯なんだったかな。フロアはね、準備してたのすか。鍋です、鍋。今日寒いからね。豆乳鍋でした、今日は。いいな。寒かったわね。寒かったね。私も、きりたんぽ鍋にした。急に寒くなりましたね。いや、本当に。鍋いいな。寒すぎる、凍えて、つららが垂れ下がって、ね、ちょっと暖房入れたよ。豆乳いいな。風邪ひかないでね。大丈夫大丈夫。雪降るかと思うくらい。こっちはそこでもそこまで行くけど、まあまあやばかったね。まあやっと冬って感じかな。11月だから、まあこれが正しいあれだよね。さっき長ももう寝たかな。さっき長はね、寝てるかな。もう正しい冬。飯食わなくなったね、さっき長。だからもう餌はあげてない。昨日より寒くなったね。寒かった。いや、冬眠準備入った。ね。冬眠か。春までお休み。ついに来たか。冬眠前か。おめでとう、実に煩わしい虫らどもだ。覚悟して。まあ、これ見てない人はね、あれ、一応あると思うんで。本来なら、こいつじゃなくて、春まで寝るの。部下がね、春まで寝ると思う。こいつの部下が戦うんだけど、真のエンディングで。時間開いてたから助かる。彼女はサイボーグなことなのか。終わったぜ。倒せるかな、ドキドキ。うわ、出番だぞって言うんだけど、ここでガールを復活させることによって、おい、腰抜きやろうって、たまには自分で戦ったらどうだって、流れが変わるんですよね。モノ君黒に合うからずっと着てて。あれ、ガール。うん、さすがガール。ガール復活しました。神に挑もうと。お前さんの負け犬だ。はい。だから、こいつだ。これ強いんだよな。まあまあ。とりあえず。こっちはもう攻撃し続けるしかないからね。まあまあムーメランでいいかな。
メンバーはこれでいいの？これでいいと思う。はい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 。攻撃これが強いんだよな。あーこれ強いなー。で攻撃難しいなー。これができないんだよなー。ジャストができない。はっ食らいすぎ。難しいな。全然できないんだけど、タイミング全然合わねえ。いけー。意識しない。意識するけどね。あ、いや間違えた。やめよう。ヒルで回復させよう。俺が強いんだよなぁ。俺マジで強い。特殊の色で多分毒性があると思うんだけど、いまいちわからん。はいはいはい。あ、間違えたー。そう、できた。なるほどね。できたできた。気持ち悪い敵だな。できたできた。癒しの光。レベ上げまではしてないのか。レベ上げはしてない。多分これで大丈夫、大丈夫って書いてあった。最初には。見て。あームーメランかな。はい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 。あーダメだ。結構食らうんだよなー。一応回復しとくか。これ一体ずつ食らせらんないから、欲しい。弱点、オレンジ色は太陽なんだね、多分。困ったね。とりあえず攻撃かな。今回はもう全然かなり準備してきたから。だいぶ大丈夫だと思うんだけどね。あ、もう分かった分かった。なるほどね。頑張れモノ君。もう分かった。いけるで。いや、やめよう。攻撃で。食らうねー。あ、マックス。あ、やべ、死んじゃった。食らいすぎだろ、マジで。マジかよ。とりあえず回復しとくか、二人。さすがにやっぱ強いね。ピン。究極技はあえて使わない。あ、ごめんさん、お茶ばかれてます。ラスボスだもんな。そうね、しかも ラストだし、裏だし。反撃は早いから、あ、逆転茶色、あー、オッケー、なるほどね。あー、こうなると変わってくんな。別に。
に攻撃でいいかな。うわ食らうな。まあでもこれでいこうか。あでももったいないな。これにしよう。いや虫に行くか。わやってた。おはようつ。おはようございます。で、結局まだもったいないから。で、倒して、で、こいつが出てくるから、このタイミングでこれをね、結局まだ。なん、太陽が弱点なのかな。あんま食らわないな。じゃ、全然あるのかな。わかんないね。作ってきた。これ作った。ドムーメランかな。いけない太陽。はい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 。うわい。とりあえず本体に攻撃か。あれ。いってえ食らいすぎ。相変わらずやべえな。これで肉液が出ちゃうでしょ。またガチ開かねえよなこれ。コンボ技で全ての敵に弱ダメージを与える。あーなるほどね。まあ3ムーメなんでもいいのかな。これいっか。はい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 。オッケー。あ、強い強い。いいね。3ムーメランいけるな。で、空のムーメラン。今のいい。めちゃくちゃ食らったな。でね、おやすみ。ありがとう、おやすみ。あっておやすみ様。お、ゼイル攻撃かな。いや、これは帰ってこう。全員回復。乾杯の会。モノ君髪に合うよ。ありがとう。待って。いやー、やっぱね、エシュアンが防御力すごい低いんだよな。これが問題。覚えないとな。魔法使いの宿命。このうねうね地味に強いね。あ、これ弱点なんだよね。そうなんだよ。うねうねが強いんだよ。スキルで回復はしなくていいか。
てここでブーメラン、いや小切りか、ヒルさん体もいるもんな、オーケーで、からの溜めてこれで、マックス詰まったからここで、これは早いな、こっちだな、なんか食べてる、おっぽっぽ、やばい、これ巻き巻きするかも、あ、弱いわ、これは大したもないわ、で、回復と、で、コンボで3分目のいくか、基本練習は回復に回った方がいい、はい、あんま食らねえな、まあまあ、まあいいかな、痛い、強い、ムーミランにしとくか、どうしようかな、伝説のごちそうまだ早いから、とりあえずムーミランでいいか、もう分かった、コンボの仕方フライティエよしし、全然食らねえ、ね、これ威力だができちゃうと、緑色が分かんねえな、多分これ弱点だよね、あ、緑色、プレッシャーの弱点は緑色なんだ、あ、死んだ、あー、これって生き返りはしないのかな、どうなんだろう、サクッと倒してるか、それで弱点だよね、あ、違うわ、間違えた、やばい、死ぬ、あ、待って、いける、これで回復しよう、サクッと倒してねようね、いやサクッと倒して寝れるかな、気持ち的にはサクッと倒して寝たいんだが、あ、これが弱点か、毎回分かんなくなるな、寝ちゃうの、よし、これ止まった、全然食らねえ、ダッシュ撃ダメだな、一体一体着実にやってた方がいいな、残り2ターンでしょ、まあ、これ立っちゃうか、全員いたぞ、俺のターン、あんま食らねえな、でもいやー食らうな、
残り HP が見えないな。どっかなー。まあおやつ一旦待ちたいんだよな、全員回復するまで。とりあえずこっちか倒して、でこれ頑張って耐えてもらって、耐えないね、無理だね、配信だ。もうちゃんとしてよ。パフェス、あーパフェス買うのも早いもんな。まだ多分どんどん次あんだよね、絶対次があると思うんだ。気絶つらい、でも一旦で蘇るね。一旦で蘇るからそこも耐えてもらおう。耐えます。あんねー、形態が怖い。オッケーオッケー、これ耐えてもらったから回復。これ帰ってきて、でこれも攻撃。ここで、で攻撃。せーな、順調っぽく見えるわ。順調ではあるけど時間がかかるね。いてー、せーな、自分で回復しよう。上からのムーメラン、はい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 、こいやね、勝てな。まあムーメランかな。はい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 、で、ゆで回復。投入鍋にお肉は入ってた。入ってた。参考までに。入ってたよ。次やるそうなゲームって何もないよね。今、ああ今んとこない。ああ僕から悩みどころだなこれ。でもまあムーメランでいい。いやどうしよう。まあこいつかな。何肉かだけ教えてもろて。鳥？いや豚肉かな。ペンで書いているて、ありがとう。食らうね。どうしようかな。まあこれでいっか。結局技いっちゃうか。これで一応回復した方、安定の。強すぎるからね。
今度サンムーメラン。マジで便利だわ。サンムーメラン行っとくか。はい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 いよ。で攻撃。ちでこれで肉壁になっちゃうから、多分しょうがない。何色？青がわからんな。青ってなんだ？弱点でもない。水かな。水。別のキャラか。キャラクターに水いないんだよな。まあ攻撃いいかな、とりあえず。あー間違えた。さてーなー、かなとりあえず。全然食らわねえ今回。はい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 。1380やば。なるほど、好きだじゃん。あめめっちゃ食らった。回復しとこう。こいつらの弱点をいかに知るかなんだよな。通常攻撃と属性違うんだっけ。なんか違うっぽいね。そうっぽい。ただスキルはそんなに使わない方がいいからな。かっけえな。はい、今帰ってきました。ただいまのチーム。これ結局2周目みたいになってた感じかい。それとももうじき本当のクリア。2周目というかね、裏ボスだね。復活、ガールが復活して、ガールを復活させるイベントがあって、それがそれを行うことによって変わった、展開が。裏ボスになった。いや攻撃いいかな。ガールに使わないの。ガールガールガール2ってどういうことよ。ガールは使わないかな。回復は展開、回復要因がね常にね弱点いいからね。ガールが弱点ってことあんのかな。てえな、こいつマジで。全然やらないでいいの。技使わないとダメか。三日月行くか。あ、死んだ。弱点ではなかったけど。鍋が弱点かも。鍋が弱点ってどういうことかい。とりあえず、スキルで、これに使ってマックになるから、プラスで。なるほどです。ピカピカあり、物干しガール復活嬉しなきです。おいしで。お昼ご飯はおそば。昼はそば。
ね、究極ワードと。はい、ズボーン。全然食らわねえ。ヤッホー。うすうす。コンボかな、サンブーメラン。はい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 。モノクリのキャラ初めて見た。それはそれは。まったりのんびりやってられる。ゲームを。で、攻撃と。ホテル三日月。まあ、弾かな。体力めっちゃあるな。体力めっちゃあるね。あ、終わった。来たぞ、第二形態。おお。え？なんだ、シューティングゲームだぞ、シューティングゲーム。出た。またシュートや、イング。いて。裏ボスは違うと思ったのに笑。モノ君得意だからいける。いて、全然得意じゃないよ、これ。サバやったからいけるよ。で、ちゃんとシューティングゲームしてる。突然別ゲーになってくさ。本当。スーパービーム。殺ビームないの。スーパービームあった。いて。ちょ待て。モノ君もしかして縦のシューティング苦手？カメハメナミツ。うわあ、終わった急に。なんだ？ラブ。急に終わったけど。とりあえず使おう。伝説のごちそう使ってしまおう。こういうシステムかよ。こういうシステムっぽいね。もっかい倒さないとなの？そういうこと？マジかよ、だる。シューティングうまいことやろう。いやー、むずいなマジで。シューティング謎わら謎だなー。あー、復活しちゃった。多分これは太陽なんだよね。じりじり体力削ってシューティングで倒すって感じかな。かもねー。これだっけ？こっちがこれか？あ、違うわ。なんか色がどうしてもわかんねえな。いや、回復させるか。いや、回復させよう。もっと水色のやつかな。もっと水色か。もっと青っぽいのが好き弱点だ。ありがとう。とりあえずデイルの弱点はこれなら間違いないから、これでもいっちゃって、また押すと。で、もう究極技いっちゃうか。回復しよう。なんとなくキャラの色に対応してそう。そうっぽいんだけどね。
音はこっちか、何回も弱点だったと思うんだよ。あ、これ弱点だ。よくわかんないよね。ノリで行こう。おい、あ、失敗した。コンボやっちゃうか。効果は火の太陽でしょ。3本目なんでいいか。はい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 、危ない危ない。いや、しっかりで頑張れ、モノ君だ。いやー、きついなー。からの攻撃。弱っ。あ、やばい、めっちゃ食った。全部食らってた。したいけど回復するのもったいないからな。フードも弱点あるのかな。フードね、弱点ないと思うんだよね。シューティングこい。いや、シューティングね、そんなすんのかな。だったら HP フルになっちゃった可能性あるよね。回復するか迷うところなんだよな、これ。振り出しタイプあり得る。振り出しタイプあり得るんだよね。でもただ、多分 HP はそのものだと思うんだよね。多分 HP は多分そのものだと思う。逆転っぽいけど、っぽいかなと思ったけど、違ったか。シューティングのか。そうそう。あ、やべ、死ぬかも。あー、死んだわ。やっちまった。あ、死んだ。まあまあ、もう、気にせず攻撃してしかない。ピエン。全然回復しねえな、あれ。やばい、生き返せないとやばいわ。腰がやばいことになってる。5ターンぐらい生き返んねえよ。ほら、生き返らせよ。カフェで回復。星がたくさん見えるよ。見て、クライティなんだよな。250でしょ。一体の敵、複数の敵。まあ、三分目なんかいいんだよな、多分。はい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 は、明日は忙しくはない。そうなの、よかった。これなぁ、復活するまでに倒しちゃった方が本当はいいんだよなぁ。倒せないなぁ。
残念。死ね。行ったよ、どうした。74。ダメだ。2体はどうしても生まれちゃうな。潰せる、一応。水色多分、レシュアンのこれがいけると思うんだよな。弱点だね、やっぱり。失敗した。弱点ではないか。これ逆転かな？多分。逆転じゃないな。わかんねえな。マジでわからん。一応コンボで、三ムーメラ行くか。はい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 あんまり食らわないな。あー危ない。回復硬いなぁ。効果のマークと同じ色ってことか。効果のマークと同じ色。あ、技でしょう。あ、効果のマーク。あ、なるほど。ってこと？本当だ。でもこれ違うな。わかんないな。だるー。ワンチャンやられるな、これ。ただ、保留しよう。書く、うん。癒しの、回復。意味に食らうからムカつくんだよな。からの、三分目のディカン。よし、どうなる。はい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 。時間かかるってだけでそんなに強くないね。でもやっぱ戻されてるっぽいな、HP。はい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 。おうち。言いたいけど、まあこれはまだ。シューティング一発で決めるのむずそう。無理なんじゃないかな、そもそも。全然厳しかったけどね。結構。痛え。あー、2個になった。250でしょ？
慣れてる人は全玉避けれるのかね。これすごいな。方法とかやってる人はいけんのかな。あー悩むところ。無理か。で、ダメだ、回復に回ろう。これで肉液になっちゃうと、まあしょうがない。頑張れモノ君。これあれじゃないの？デイルの色じゃないのこれ？多分。違うのかな？ワンちゃんこれ3ムーミなんで一発できねえかな。ラッキー。あ、ちょ待ってー、後ろになったのは初めてだったの。ミスったー。やってもうた。まさかの位置が。初めての位置だったの。やってもうた。やってもうたわー。でもなんかあれだね、バレアの弱点だったな。月が効いてるのかな。ぽいね。ハンマーの攻撃が弱点。ハンマーの攻撃弱点なのか。なるほどね。そしたらじゃあもう、バレアだけなんだ。一旦でしょ、これ死ぬな。伝説のこっちを使っ、いや、もったいないけど使っちゃうか。ってことは、これで、こうすべて。ムーメランじゃなくて、キャラ交代でハンマーにするのは。あー、ハンマー多分あいつでしょ？多分、こいつだよね。びっくり爆弾。びっくり爆弾ハンマーだけど、食らないんだよな。出た。ガラスの子は違うんだ。ガール、目を大きく開いて、ゴンガンする顔。ガラスの子？ああ、ガラスってかスライムでしょ？これも多分そ、あ、これもそうだね。ガール強。あ、こうすると効率いいのか。なるほどね。早いわ。早いんだが。こう完全セーフにな。赤髪モノ君こんばんは。こんばんは。気づき、学び。弱っ。やべえ。あ、ミスった、ミスった。ミスった。これがうざいんだよな。まあでも出てくるまでわかんないもんね。入れ替えで、とりあえず。MP あるから、これで回復しよう、とりあえず。とりあえず究極技使っちゃおうか。エフォラルにとりあえず向けて。ついでに消えないかな。いや、消えるのは無理かな。エコラルに行こう。あの、結構食らわしたな。もうすぐ残り100、100でしょ。厳しいな。敵全体、敵全体。
ウソの敵。あ、メン。一体じゃなくて、すべての対象。これか、これで、マジでいかねえかな。やってみよう。いけるかな。弱っ、ダメだ。意味なかった。で、これが叩くので弱点ってことだよね、多分。はいはいはい。で、この水色は なんだ？切る？剣ってこと？違うな。これ好きかな。これ好きか、なるほど。三日月。ってことはムーメランか。はい。使ってみよう。はい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 。ああ、なるほどね。はいはいはい。ああ、理解しました。ありがとう。理解したわ。え、これ打撃なの？打撃だよね。はいはいはい。食らいすぎなのよ。はい。で、バレアのムーメラン。で、ベースと。これラスボス？オッケー。最初より。これラスボスです。ラスボスです。裏ボスだね。はい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 。オッケー。確かに効率めっちゃいいね。え、これ多分弱点ないから、まあ、これ普通に効率いいんだよね。あ、来た。あ、やっぱり HP は減ってるわ。厳しい。生き残ってくれ。いや、むずいって。これ倒したら終わりそう。ビームコイン。スーパービーム。あれ、ミスったタイミング。あれ、終わってね。終わったけど。あれ？ V 破壊あったな。でも、HP なくなったけど。なるほど。え、どういうこと？パーツ全部壊した方が良かったのかな。
え、でも倒したでしょ。倒したっていうか、その HP0 までやったよ俺今。ただのあれなんじゃない、HP を減らすおまけタイムみたいな感じなんじゃないこれ。ゲージはなくなってた。そう、実はもう幻覚なのかも。実はもう幻覚ということさ。痛い、ヘリピン。入れ替えでガールにしよう。で、攻撃。勝てなぁ。あ、もう肉撃だ。早いなぁ。さあ、これは剣か。はいはい。理解した。剣は多分こいつだよな。テライだよね。そうだ。はいはい。だけなのラッキー。ラッキーだね。そういうことね。パワースマッシュ。これもう弱ってそう。太陽光。で、入れ替えのヌーメランできない。残念。残り2ターンじゃ無理だよな。痛い。あ、また変わっちゃった。これわかんねえんだよな、二つ。今回は二つかー。回復。ピローン。あー、どうしようかなー。あ、こいつやばいから、救急型でいいや。これで回復。MP は回復しないね。攻撃しないと無理だから。攻撃で MP 回復しかしないな。基本的には。そうだった。最後のご祈祷、究極の伝説のご祈祷はやっぱ強いよね。あ、ミスった。さあ。とりあえずこれ壊そう。よし、壊れた。さあ、これはハンマーかなってことだよね。これハンマーってことだよね。あれ？ハンマーじゃない？なんだ？これ太陽か。太陽ってことか、これ。太陽か。なるほどね。あー、どうしよう。太陽の技ないぞ。普通のやつで。いやー、ちょっと攻撃したいところなんだけど、回復させたいんだよな。はい。攻撃かな。で、これで切るでしょ、多分。はい。
オッケー。よっ、パワーからのヌメラン。うまい。モノ君、神野菜飲みに来た。ありがとう。オレンジって頼んだんだけど、赤になっちゃったな。ゲームの画面に馴染んでるね。馴染んでる？ほう。ポインセチアに見える。ポインセチア？なんだ？ボスっぽいよ。はいはい。ボスっぽいのもよくわからない。赤なのかわだ。いや。まあオレンジなんだけど、多分色落ちを意識してくれたのかな、わかんないけど、っていう風に俺は受け取ってる。いってー。次は太陽みたいな色にして。太陽みたいな色って難しいな。あー、どうしようかな。ポインセチアはクリスマスに花屋で売ってる赤い葉っぱだよ。へー、ユニコーンにしてほしい。ユニコーンってどういうことだよ。色関係ないだろ。紫、紫はレインボーから。これ毒でしょ。紫って何色だ？わからん。剣か？技見ないとわからんや。違うな。紫の炎みたいなのあるね。ああ、じゃあそういうことか。わかった。あ、できないわ。多分こいつの技だろ。コンバーザで打てるかな。ミシュラン専用か。コンボ、これでしょ。すべての対象に原罰を。これでいこう。多分これでしょ。コンバーザこれだね。当たり。幻島。ちょっとまあまあ減るな。まあ減るな。まいったな。今までもこれ意識してたら強かったのかな。そうかもしんない。MP 回復しないからね、もったいないんだよね。効果毒だしね。これ太陽だしね。これ好きだもんね。もったいないよね。悩む。まだ使うタイミングじゃないな。で、まあここで使っちゃうか。え、回復がてら。回復するほどそんな食らってないんだけど、まだ。え、もう一斉攻撃しかないよな、これもう。はい。そろそろ塵になってください。お願いします。はい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 。三十目。あ、終わった。
お、終わったわ。は、終わった。なぜこんなことが。簡単譜。どうしてだ。おめでとう。お将棋が悪いぞ。僕らがお前をぶっ倒したんだ。は。お。突然のアニメ。おめでとうございます。すごい。アニメ用意されてた。アメコミ来た。ね。え？ガールイケメンだった。確かにガールイケメンだった。に戻るのかな。さよなら。あっさりだな。本当に倒したぞ。これで自由だ。待ちに待って希望だよ。これエンディング一緒やね、これ。ゼイル。俺も感じる。世界を食らうもの戦わなきゃいけない。説得とかなかったね。もっと取れるのか。感じるんだ、すべてを。やることが山積みなんだ。あれ？これ一緒やね？いろいろとありが。ああ、もう死ぬ。あ、でも一応ガールがいるからね。やめやめ。あはは。たまには遊びに寄ってよな。ああ、もちろんさ。それでよし。また会おうね、ガール。まずは、分かってるって。まずはソ連とルラの仕事を片付けてきなよ。けど、君らはいつだって僕にとってゼイルとバリアだからさ。それって身に余る光栄だよ。つかさ、僕らってすごいことやったし、二人は最高だよ。そしたらいきなって、僕の誕生日を忘れないでよ。そこは安心して。約束だよ。約束だ。それじゃあ、待って。なんだ？あなたたちが行くようにできれば、どうぞ。これで最後のシーン変わりそうだな。変わるかな？二人に出会えて本当に良かった。この物語は必ず後世と語り継いでいくから。世界は二人のことを忘れないから。俺たちも会えて良かったよ、チーク。どうか無事でいてくれ。もうそういう話じゃないな。あなたはしっかり生きて、村の人たちを守ってあげて。僕も頑張るよ、君たちのためにもね。出発の時だ、バレア。なら私たちの監視が始まるので退屈じゃないけど。そんなこと一度でもあったか。ああ。いいな、早めに帰ってこいよ。もちろんだって。二人と一緒に戦えたのは人生最大の名誉だよ。さよなら。ウルトラマンみたいなもんかな。これは変わってないよね。これはあるんだ。これはあるね。わーい。世界を食らうもの。シューティングの謎解けないな。ここはビーム。いい終わり方だね。確かにガールも生き返ってくれてよかった。スーパービーム。よっしゃ。
ノーダメ、まさかの。ノーダメだ。天才です。全然ノーダメじゃねえと思ったんだけど。おめでとう、パーフェクト。さあ、ここのエンディングが変わるんじゃないかな、多分。また飛ばせるや。あ、でもこれ一緒だ。拍手、色白の肌、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 拍手、色白の肌。あれ？これなかったよね、こんなの。おい、ハゲ。ハゲ、何やってんだ、あいつ。わら。モノくん、また手振って。わら。これは見たような気がするけど。かっこいい。のし。ジジイの入浴シーン、謎。いらねえよな。なんで冷水につけられてたんだろう。拷問じゃない、拷問。あ、これもなかったね。拷問シーン。こいつはだ。今までの罰か。そうだね。これで終わり？ちょっとあえて超高速にはしないけど。終わりかもしれない、これ。あ、来た。超高速で問題ねえわ。お、くもじ。あ、なんだ。ああ、え、本当になんか関係あんの。行くとこないならって紹介してたじゃん。あ、そうだっけ。これはまあ相変わらずね。やっぱ最後にガールのかな。あ、はいはい、これも変わらんね。あれ？この二人とか戦ってないから。先輩たちに来てたね。お、しかもこれないぞ。これこんなシーンなかったよね。あ、いや、あったか。そうか、これでこうして2人が終わりなき監視の中で世界の中に飛び込んでる私ら、毎日集まって一緒に物語を思い出す。はいはい。大賢者様、何、彼らは必ずお料理戦士の誕生日に現れるって本当なの。そうだ、お料理戦士。ええ、もちろんよ。だってそれは自然じゃない。そしたら今日はもう開きね。今から大霊楼の改修工事の様子を見てこなきゃ。はいはい。お話ありがとう、大賢者様。おじいちゃんに。そうですね、多分。神殿はどう？神殿だよね、パッチリだ。
今らの意識のことに高いで、工事のことを。心配になって、時々分厚くてでかい窓を作るから。それで、中央のやつは気に入った。お！うん、完璧ね。は。そろそろ行かないと遅れちゃうよ。お、かっけえ、イケメンだな。もっといけねえ。だな、今すぐ向かおう。イケオジになった。イケオジだな。お、眠り竜。やあ、こんにちは。誕生日おめでとうございます、ご主人様。そうやって呼ぶのやめてくれって何回言ったかな。では、出発されますか。ああ、遅れちゃまずい。どこへ？二人に会いに行くんだろうな。誕生日だから。とびきりのごちそうを作って。うん、ばっちりだ。あ、ちょうど来たな。あ、二人は年取らないのね。ほら、何やってんだ、感動の再会と行こうや。おー、これはいい終わり方ですね。いや、やってよかった。よかった。いいエンディングです。これはちゃんと、よかった。グッドエンドですね。これは。グッドエンド。お粗末なハンマー。見せてくれてありがとう。前回頑張った甲斐があったね。頑張った甲斐あったね。来ました。お粗末なハンマーってなんだ？まだなんかあんのかこれ。なんかあんのかね。お粗末な。一応もう一回やってみるか。続きから。なんか星マークついたけどね。いや素晴らしい。何お粗末なハンマーって。これ何？とってもお粗末。いやいや意味がわからん。え？どういうこと？わら。どこで使うんだろう。ちょっと調べるわ。調べちゃえば。古代の霊楼の地下に使う。ゲーム完全クリアのおまけのゲーム遊びきる必要があります。奥まで進むと丸々があります。行ってみよう。行ってみようか。あ、霊楼だって。クラファンのとこ。そうそうそう。はい。地下で使う。この場所からワープする。場所ワープ決まってるっぽいね。はいはい。こっかな？真ん中かな？で？どっかが開くらしい。あれ、ここじゃない？どこだ？どっかで使えるっぽいんだけど、わかんねえな。一回戻ろう。もう一回見ます。
これ真ん中だよね。ここでもあるらしい。こんなわかるかよ。あれ？どうやって使うんだ？謎。壊れた石碑を風で押す必要がありますだって。なるほど。理解。あれ、ね、一回もう一回真ん中行こう。ここで全然わからん。これか？あ、これだ。この壁は少し脆そうだ。ここなんだ、家だ。この壁は少し脆そうだ。え？ドキドキ。ちょっと。いやいや。おい。もろもろは。え、これもう一回倒さないといけない感じ？まだ必要なの？え、ちょっと待って。新エンドを見る。魚を23種類集める。うわ、これ、だる。これ、まだやんなきゃいけないんだ。クイズをカジュアルエキスパート11まで全部解く。またわら。とか、全部やり込まないとダメだ。またわらわらわら。もうこれ、いいわ、さすがに。またわら。まあ、ちょっと、もう、これはいいです。あんな頑張ってたもん。ネタバレだけ見ます。奥まで行くと、デベロッパールームがあって、デベロッパールームは、もうネタバレ見ます。炭素を調べた先、調べると、店主と書いてある人物が出てきて、一度炭素の中に入ってまた、から出るとまたいる。店主に何度も話しかけて、とても話しかけ続けると、裏話が聞ける。裏話が聞けるだけです。いいです。もうさすがに。裏話はいいや。さすがにいいわ。いやー、お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、終了ですね。今度こそ本編に関係ないからいいね。もうスルーエンド見れたから十分。おめでとうございました。お疲れ様だよ。お疲れ様でした。ありがとうございました。いやー、終わりましたね。まあ、次何のゲームやるかをね、決めてないからね、それを決めたいとこなんだよね。とりあえず、いや、いいゲームだった。素晴らしいゲームでしたよ。終わってよかったよ。うん。このくらいのボリュームよかった。よかったですね。なんか やってほしいゲームとか。ちょうどよかった。あったりしませんか？特にないか。なんかね、なかなかね。赤鬼。赤鬼？赤鬼なんてあんの？ RPGK。いや、特にそういう縛りはないかな。赤マントだったわら。赤マントね。次は2、3回で終わるやつがいい。2、3回ね、確かに長かったからね。ロングスパンではあったね。うるさいね、これ。一応サクッと剣が良い。サクッと剣が確かにいいね。芋虫のあれはわら。
芋虫は多分やばいでしょ、あれ。やばいと思いますよ。あれ、一応普通にむずい。壺みたいなやそう、つ。壺まで難しくないと思うけど。チームが画面返作金したらいいじゃん。返金したら返金前提でやるんですか？これ映ダんメない。なんですか？ダメではないけあどれ気ね。になってる。そうなの。もう安いよね。配信者みんなイライラしてた。だ、結構イライラゲーでしょ？割とね。ゾンビ。なんだろう今。シティーズでもいいよ。シティーズはね、正直配信ぶりじゃねえんだよな。まあ、値段はめちゃくちゃ安いよね。まあ、可愛いんだけどね。そんなことないよ。あれまったり楽しいのに。ラッキーみたいでかわいい。これ可愛いんだよね。本当だかわいい。これやろう。これもの組んでみたい。結構むずそうなんだよね。悲しい。九。切ない。これいいね。落ちる時の虚無好き。かわいそうになってんな。八かわいい。なんとかキング重いですね。わら。ああ、ジャンプキングね。ジャンプキングとはわけが違うけどね。まあいいや、これ分かった。こうだな。上に連れてってあげようよ。いや、上に連れてってあげられるかどうかだよ、問題は。で、むずいと思うからね。これなぁ、あとこれセブンでしょ？次の仕事が入りました。コードネーム上流としてのね。これシリーズやってるわけじゃないからね。端的に言えば密輸の警護です。現場には私や一派の他のエージェントも大勢います。結局持ち場に立っているだけでいい。簡単な仕事でしょ。キャラは分かってるけど全体知らないそものうなんな。だよね。そうなんだよ。歴史。七の気流ちゃんサイドのお話。これを。流れが分からん。予定と違う客か。流れがね、わかんないんですよ。誰？人質に取られてんだぞ。あんた花輪を見捨てる気か。何の手も打たねえうちから。本当に連中が近江連合かはお前にも分からん。組織をリスクにさらしてまで救う価値はない。あ、でもこれやっぱ神奈川なのか。それをもし断れば龍ヶ宿シリーズまたやってるのみたい。バトルシステムどうなったんだろう。そうね、バトルシステムどうなんだろう。俺もし他に連れてきたらその時点で交渉はしん？セブンってことは？花尾さんは死体も上がそうらかそうねか。春日のの時の気流サイドってことか。聞いてくれます？やってみれ。
その時はお前はコマンドではなくなってたよ。入れ墨の柄は覚えてる。入れ墨の柄を覚えてるの逆にすごいな。大阪か。どや、あのいつも奥のやつ、キャッスルやろ。ゴロちゃん、すげえ。今のアキラのバイクだろ。オマージュか。ド派で。みんなやるよな、あのバイクの止まり方。登場会のためにうちの親父と登場会の6代目堂島大吾、この2つを解散さすんです。大道寺と、ああ今あれだ、あの日あったね。お前何を、じゃかしもうすんだことや。あなたは取り返しのつかないミスを犯しました。ジャカーシー、本当に俺は大道寺に向かって。真島出るかな。真島、あ、いるいる、今いたよ、後ろに一瞬映ってたよ。ああ、もう自分の過去も人生も名前すら捨てている。真島後ろ。だが俺の道を邪魔するってんなら力づくで押し通らせばよ。何がなんやら。あ、でも普通にいたわ、横にいるじゃん。来た。最初の目的地はハワイですか。いや、これがあれか、え、八につながるのか。みんな脱いでる。相変わらず自分のやりたいことは後回し。八で春日と桐生がやらしたもんね、確かね。どうぞお気をつけて。上流。なるほど。ゲーム紹介。モノ君もお気をつけて。2つのバトルスタイルが登場。バトルスタイル、エージェント。さまざまなガジェットを使いこなす。やっぱ RPG はよっぽど不評だったんだろうな。後ろ。出番だ。ガジェットを駆使して敵を一掃せよ。ソリッドスネークみたいになってるの。即廃止されてる。バトルスタイル、オーリュー。今までの喧嘩スタイルを極めたバトルスタイル。豪快になったヒートアクションで敵をなぎ倒せ。戦況に応じてスタイルを使い分け敵を圧倒しろ。いい夢見ろよ。もういいな、もうスパイだね。大人の街遊びを完全復活。戻ってよかったな。さまざまなプレイスポットが登場。シリーズ最大規模、熾烈を極める闘技場。最強のチームを作り上げ、かつてない大人数乱戦に挑め。ああ、これバトル ロイヤル、やばすぎ。行こう。バトルロイヤル系か。夜の遊び場、キャバクラ。キャバクラ、え、ゲーム画面じゃないんだけど。実写じゃん。遊びはよりリアルに。どうしてこのお店にいらっしゃったんですか。こんなことできんだね。マジかよ、わら。実写だし。W、W。これはちょっとやりすぎな気がするけどな。自分好みに服装を変えることができる。死ぬ。これオーディションがあったんだよね。へぇ。イメージ映像で草。実写の画像は見たわ。さすがに実写はやりすぎだな。あ、ミニオンク。あ、ソニックだ。さらに懐かしのゲーム、あー、はいはい。なんだっけ、名前。忘れちゃった。見たことあるゲームだろ。大人の欲望が詰まった渾身の一作。いや、ゲームはゲームでよかったけどな。懐かしいな。心ゆくまで堪能せよ。はい、実写はやばいだろ。龍が如くセブン。有名なプールだったね、今。有名なプールだったね。なるほどね。フリーズ。ウス。ホールダー。ミニゲームが充実しすぎ。そうなんね。浜の英雄が何やってんだ。久しぶりだな、春日。キリュウさんですか。一番だ。来い、こっちだ。
龍が如く8。ああ、これね。スペシャル体験版。お、沖縄？ハワイ、ハワイ。髪染めたいんじゃない？ひらがになってるね。なるほど。吉川浩司みたい。確かに吉川浩司っぽいね。なるほど。バーチャファイターもできるんだ。ロマンスグレー。まあこれはちょっとまあまあ一応まだあれだね。様子見、様子見ってことね。いや、気になってるのはもう12月だよ、全部。で、ザ・デイ・ビフォアと。まあ、ビフォア、デイ・ビフォア結構やばそうだけど。これも日本語対応してくんないしなぁ。担保されないしなぁ。で、これもいつ出るかわかんないし。芋虫でしょ？あっという間に12月なるよ。そうねぇ。あの、レッドゾーンも。あれだし、デルタルも出ないし、まあ、ザ・デイ・ビフォアぐらいだな。ないね。まあ、芋虫くらいかな。芋虫次回やるかじゃあ、とりあえず。どの道そんな配信できないか。そう、だからまあ、芋虫くらいがちょうどいいと思うよ。明日できたら芋虫やろうかな。わーい。うん。芋虫お願い。明日やりますわ。芋虫です。ありがとう。ありがとう、芋虫。で、ビフォアも待っている。ビフォア12月だから、やれるかわからん。うれディー。やれるかわからんよ。マジで忙しくなってるから、12月は。って感じですかね。確かし。ちょっと今日はもう早いけど、まあ今日はこれで終わりにしようかな。もう次は達成できたんで。寝れそうな話してよ。寝れそうな話ならないよ。赤い簡単符と疑問符。クリスマス配信もできないか。クリスマスはできないかもな。誕生日配信はできると思うけど、多分ね、ボロボロになってると思うけど。眠くないよ。まあまあでもね、早めに終わったのは健全ですよ。待ている。目を大きく開いて懇願する顔。いますからね。子守歌おば。3時までなら起きてられるよ。いや、まあまあ。そんなマジレスしないで。すいません。わら。あと1時間何するの？いや、もう終わりですよ。ひどいや。終わり。今日はもう終わりにします。ね。解散ですか？今日は解散ですね。たまにはやだ。ちょっと早めに終わってもいいじゃん、たまには。いやいや。いや。贅沢言わないの。はい。嫌です。じゃあ、皆さんお疲れ様です。また明日、芋虫でお会いしましょう。芋虫買っとくんで。ガールに踊る？踊んだよ、踊んだよ。あら。クリアお疲れ様でした。おつでした。またねー。おやすもラブ。おつおつ。いやあ。大泣きしている顔、毛虫。花道みたいだ。い寝るなし。また。またね。またね。のし。また明日なのな。大泣きしている顔。ハートしてくれ。ハートできないわ。マウス持ってるから。はい。お疲れ様。大泣きしている顔。ケムシ。のし。ギャルピースして。し。肩ハート。